評価されるという軸のもと、自分の努力していたんだと。17年間努力していたんだという。学んだことをそれ自体、国数弊社人が、その社会形成する上において大事な要素になるかというと、そうではなくて。一番素晴らしかったのは今回。おー、はい、学歴は必要か否かについてお話ししていただきます。コバさんとエテランさんは学歴は必要派、そしてワッキャイさんとサイコさんは学歴は不要派になっていただきます。今準備していただいてお話を始めてください。じゃあ10分かからせていただきます。はい、バチバチに議論していただきたいです。はい、わかります。よろしくお願いします。まず僕たちは学歴が必要ないという立場を取らせていただいています。日本という市場において特にアジア圏では、学歴が生涯年収でしたりとか、あとは社会的地位だったりに、そのまま直結する傾向にあるっていうものはあるんですけども、それ自体はもちろん傾向に過ぎなくて、それ以上でもそれ以下ではないというところは、様々な具体例から示せるものがあるんじゃないかなと思います。そもそも議題の必要かっていうところ、必要を必ず要するかと言われると、そうではないと僕たちは考えています。特に今は、グローバリゼーションでグローカライゼーション進んでいますので、生き方にも多様性の時代が来ています。もちろん、学歴っていうのは特に日本においては、学問的な知識、アカデミアの、指標を図る、一つの要素でしかなく、社会っていうのはもちろんアカデミアだけが大事というわけではありません。いろんな人が持って構成されているので、学歴以外のところでも、個性というのは表現することができるんじゃないかなと考えています。まあ、僕は本当学歴は必要だと思ってて、なぜかというと学歴って日本の中ではそれがあることによって才能、ある程度の才能が担保されるのと、世の中で目立てる他の人よりもやっぱり優位とかあれば、まず2点があると思ってて、才能の担保があるっていうのは具体的にどういうことかというと、今日本の中で学歴が評価される社会じゃないですか。その評価されるという軸のもと、自分はその努力してきたんだ、17年が努力してきたんだという、この人は努力できるんだっていう才能の担保と、もう一つが目立ってる、やっぱり学歴を使って YouTube 活動してたりとか、ホニャララ大卒の社長ですの方がやっぱりネームとして強い部分があって、じゃあその人は例えば学歴というものがなかった時にどこまでじゃあ生きてたのかって考えたら、やっぱ学歴は必要なんじゃないかなと思います。っていうのと、ちょっとワッケイさんが言ったことに対してもちょっとあれですけど、なんかワッケイさんおっしゃってたのは、まあ、アジア圏ではそういう、まあ、学歴っていうのが年収に比例するっていうのがあるけども、まあ日本の中はまあそういうんじゃなくて、まあ、いろんな生き方ができるっていうふうに思うんですけど、それって割と限られた人の話というか、やっぱり大半の人は、まあ、普通にこのようなサービスを受けたりとか、今就職したりとか、まあ、基本的にはやっぱり、今の社会の仕組みの中で適応していくっていう現状があるので、それをしていくってなったときに、やっぱりなくていいっていうか、不要って言ってしまう、まあ、もちろん必要っていうのは必ずって言ったらそうじゃないっていうのは、まあ、理屈としては分かるんですけど、でも不要って言うと、それはもっと嘘なんじゃないかなっていうのがあって、でまあ、もっと言うと、その2人の意見で、そういう、交渉のというか、ちゃんとした意見が言えるっていうのを裏打ちしてるのも、やっぱり学歴って言わないですけど、今まで教育であったりとか、まあ、これまで2人の経験だと思って、やっぱりそういう意味でも僕は必要なのかな。そうですね。こちらに関しては、例えば、人材系のサービスだったりなどでデータが出ていると思うんですけども、学歴フィルターというものは、まあ、おそらく存在するであろうという中で、このように面接を受けて、皆さん、このように就活だったりっていうプロセスを踏むと思うんですけど、その中で重要視されているのは学歴それ自体というかは、学歴フィルターを通り去ってしまえば、そこからはコミュニケーション能力であったり継続力であったり、さまざまな人間としての、まあ、パワー、力、能力っていうところを、見られると思うので、まあ、それでいうと学歴にもいろいろあると思うんですね。高学歴って呼ばれるようなところと、学んで歴っていうよりかは、この中での学歴を学校名だったりっていうところに、定義を置いて話しますけど、それよりかはこの中で生きていく上では、自分の得た知識、経験、それ自体学んだことっていうところから学歴よりも大事になっているんじゃないかなと思います。まあ、そもそも教育って何かっていうところに近いと考えると、
その社会にとって望ましい姿に形成するっていうことが教育の一つの定義です。例えば、マサイ族だったら教育はコクス・エーシャーリーではありません。例えば動物の狩りの仕方だったり、それが彼の中での教育となって、それに欠けているものがその社会の中で、機能するそういうことになっています。じゃあ日本の社会の中でも学んだことをそれ自体コクス・エーシャーリーがその社会形成する上において大事な要素になるかっていうとそうではなくて、まあ、もちろんコクス・エーシャーリー頑張れ、その中で結果を残せる、競争社会においても高いパフォーマンスを発揮できるっていうのはもちろん一つの担保証明にはなりますけど、その学歴自体がそのまま直結しているというよりかはその学歴を学ぶ過程の方が、大事だと。例えば日本の大手企業なんかも、学歴を隠した採用を、行ったことが過去にありますが、結果的に採用されたのは、高学歴だけだったみたいな、事例はあります。ちょっと今すごい長かったんでちょっとぐちゃぐちゃになって、あんまり整理すると学歴フィルターっていうのがあったとしても学歴が、まあ最低限その通過のためにいるだけあってそこからはコミュニケーション能力とかの方が大事だっていう話し方も全部そうですね。で後半がそもそもだからやっぱり学習内容よりも見てるのが大事。肩書きっていうのは肩書きを見られるところ以上の発揮をしないっていう。まず一個気になるのはなんかなんでそんなわけさんに来ちゃうっていうのかなっていうのとはいはい、なんか今はその学歴っていうのはフィルターだから必要なみたいに言ったと思うんですけど、なんかそれってカレーを美味しくするときに水は最低限そのいるけど美味しくなるのはそこからどうルーをどう調理するかみたいな話っていうか、それ水いらなくなったわけではないっていうか、学歴フィルターはフィルターでしかないっていうのはそれも必要っていう話じゃないかなと思うんですけど、そうですね。そうですね。僕も書きなのは家庭が大事なんですけど、家庭をじゃあどう評価するんですか。結局の今の話だったら家庭を見るのにも高学歴の方がいい。まあ、学歴フィルターを突破したら多分そこからは高い学歴でも中学歴でもその学歴以外の面その家庭の部分が評価されるので、家庭を見るとしても、なんていうか高学歴東大京大とか入ってる人ってやっぱり大体お金持ちが多い傾向にあるじゃないですか、だからその親の収入とかも関わってくるからそのどんだけ頑張っても小学校から塾行って中高、あの私立に通ってる方が有利だから、その家庭を見るのに学歴を使うっていうのは不適切かな。そもそも、そもそも不利な人っていると思うから、まあでもそれを最終的にこういう面接とかで企業を評価するってなったら、やっぱりその学歴っていうのを向こうが使ってくるっていうのはまあ意味かなって言ってて、それはだから不要っていうのとは違う話というか、社会を変えていこうみたいな。そうですね、そこに資本主義を変えるってことになってくるから今聞いたと思った。現状必要っていうところは別に今のやつを動かない。そう、まあ、ある意味越したことはないが、学歴フィルターじゃなくて別のフィルターを作ってもいい。ああ、まあそれだとでも気が気がつくるんじゃないかなっていう、日本を変えるっていう話になってくる。例えばじゃあ何でフィルターするのって言いますか。まあそのパンとかするパンの作るとか、ふわふわのパンを作れるか。でも学歴ってそういうもんすよ。いやでもまあそういう、いやだからやってることは、だから本当パン作りの国だったら、おそらく就職の一つの基準はパンのふわふわ度にはなってくると思うんですけど、だからこそ僕日本ではそのそうなんです。だから偏差、だから偏差値と比例してるんですよ、学歴っていうのは日本の。でも今企業が評価してるのって偏差値じゃないんですよ。ここに乖離があるんですよ。だから企業が求めるのがその日本の学歴を決定づけるものにおいて基本的には、はい、止めてください。じゃあ最後に言い残したことを、あのこの世に学歴っていうのは2種類しかなくて B3 が B3 が最悪や最悪だ最悪だ最悪だまず、鳥さんの方から、あのこの全体のディベートの総論と、あと一番今回議論がうまかった人というか、最も優秀だなと思った、採用したいなと思った方をその後にお聞きしたいなと思ってます。総評として、なかなかディベート形式って、
って、あの明らかに不利な立場がいて、で有利な立場がいるので、お互い気を使いながらのディスカッションですし、やりづらい面があったと思います。でも、それぞれがあの自分たちの主張を2分間という極めて限られた時間の中で作ることに成功し、かつ主張しきるところができたのは非常に良かったと思います。それからですね、一方的に自分の意見を押し付ける方々が誰もいなかったというのも非常に素晴らしかったです。もうこちらが学歴が必要と言ったら必要なんだよ、お前東大のくせにとか言ってもよかったところを、そういうことを言わないで抑えてきちんとロジカルに説明し続けようと努力できたところが非常にジェントルで素晴らしかった、協調的なグループディスカッションだと思います。一番素晴らしかったのは今回どれぐらいの分数を自分が喋っていてそのポジションを牛耳っていたかってディスカッションで結構大事なんですけれども、旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。